こんにちは、ロンガイです。今回はね、エリミネイターを使った新しい水の間編成をね、作ってきたので、よかったら最後まで見ていただけると幸いでございます。早速ね、初手なんですけども、写真の位置の黒ずんでいる箇所の中央部分を狙います。はい。で、スズランをボス付近の3ステのボス付近に配置します。編成とね、ワクワク紋章の詳細は動画の右下に画像で記載してありますので、よかったら参考にしてみてください。はい。で、2手目に関しましては、海坊主でエリミネーターを友情を拾いつつ、左下の中ボスに当たりますね。で、この際にね、スズランに当たることはね、要注意です。はい。で、ラストはニュートンでスズランに当たっていくんですけども、この際にね、ニュートンの位置がかなり、ね、毎回いる際に固定化されないので、動画の後半でね、打ち方を何パターンか紹介しているので、最後までよかったら見ていってください。はい。ということで、一連の流れでしたね。で、ラスト、先ほど言った3手目のニュートンの弾き方をね、何パターンか紹介いたします。はい、まずね、スズランの真横にいるパターンですね。この際はね、横から当たりに行っちゃって大丈夫です。今日も超人 G の弱点が上2つにしかないので、これでワンパンできますね。で、真横にいるパターンはこんな感じというところですね。で、これが先ほどの動画のパターン。これはね、今まで通り、まあ、光の間とかそこら辺と一緒で、ニュートンの友情を内部爆発させていくっていう感じになります。はい。で、ラスト。最初からね、スズランと重なっていた場合、これはね、もう縦で弾いてください。縦で弾けば、もう基本ワンパンは可能です。以上が3手目の弾き方でした。ということで動画終わります。バイバイ。